はようございます。香織です。今日は2つあるテーマのうちどちらから話そうかなと少し迷っていたのですが、旅のお話からねしてみたいと思います。で、私は、初めての体験っていうんですかね、ここに行ってみないと体験できなかったことっていうのがいくつかあって、その一つがね、感動で気持ちが悪くなるっていうね、ちょっと自分でもねびっくりしたんです。もうこう感動でこう胸がいっぱいになりすぎて、その結果気持ちが悪くなるはね、本当にこう身体的症状としてこううって感じでね、あーなんかちょっとあー気持ち悪くなってきたみたいな胃腸の症状が出ました。で、何がね、どの場面でそれが起きたかというと、2日目に長崎に行っての、ね、あるところに行きました。で、私は旅行したらね、行きたいスポットっていうのがいくつかあって、そのうちの一つは海、もう一つは高いところ、展望台みたいなね、つまり町全体を見渡せるところに行くと、その旅行地の全体を見ることができて、こうお得感っていうかね、それもあり、あとはこう清々しい気持ちになりますよね。で、高いところと今回も考えていて、でただ時間的に余裕がなさそうだったので、長崎県庁がね、展望台としてのスポットになっているということを聞いて、長崎駅からね歩いて10分くらいなので、原爆資料館に行ってその長崎県庁の展望台に行けたら、今回の旅は、満足かなと思っていました。ただね、直前にね、長崎ロープウェイがあるということを知って、でそれに、乗れたら稲佐山というね、山の山頂までロープウェイが連れてって行ってくれて、そこにも展望台はあるという情報を仕入れて、そっちはすごく魅力的だなと思ったのですが、ちょっと時間的に行けるかなっていうね、その懸念もあり、長崎県庁かこの稲佐山、どちらか行ければいいなという希望だったのですが、長崎に着いたら、割と時間的余裕がねありそうってことが分かり、で原爆資料館からのこの稲佐山へのアクセス方法を地元の人に聞いて、あこれ行けそうと思ったので、チャレンジしました。でそのね、長崎はね、路面電車がね結構走ってるんですよね。で路面電車に乗ったり、あとはバスを乗り継いだりして、なんとかこの長崎ロープウェイの入り口までたどり着き、でもその後はもう普通にロープウェイに乗れちゃったんですよね。はい。でもう やったーって感じですよね。予定外で、まさかの目的地にまでたどり着けてしまい、でロープウェイで山頂まで行き、そこから少し歩いて展望台まで行きで、ロープウェイを降りた時点でもう目の前に長崎の街が眼下にこうバーッと広がったんですよね。もうそれだけでもう感動でこう、もう胸がいっぱいで、でその展望台に登るとさらに360度の景色が見えますということが分かったので、その展望台に登りました。でそこから見える景色がもうさらに素晴らしくて、言葉を失うっていうかね、あこういう世界があったんだみたいな、これだけの素晴らしい景色が 見れるスポットがあった、という気づきへのね喜びというよりも、現実こう目にしている景色がとにかく素晴らしいわけですね。海に浮かんだ島とか長崎の
街並みとか遠くに見える山並みとか、もうそれがこう一気に目に飛び込んできて、もうその感動の頂点みたいに達した時に気持ちが悪くなりました。で、のね、これを言葉として分解して説明すると、あの体のね、全身だから私の内臓も細胞も、あの全てがこの景色に反応したっていうことがね、分かりましたね。うん、とにかくっていうか、あの、まあ、まずは胃腸がなんかこうすごく反応して、なんだろう、胃腸を作ってるね、細胞が喜びのあまりその胃腸を固めてしまって、で気持ちが悪くなるという、その言葉としては変なのですが、あの体の反応としては、あ、そうだ、あの、うん、私の全身が反応している、その、まあ、その結果の気持ち悪さなんだということが、うん、その場で分かり、でも一瞬のどうしようみたいなね、もう嬉しいのに気持ち悪いしみたいな、うん、あ、こういうことってあるんだなみたいなね、うん、感動が極まってこういう体の反応が起きる。でもね、あの不安とかはなくて、やっぱり嬉しい気持ちがずっと続いている。だから気持ち悪さを味わいつつの嬉しさみたいなね、はい、で、まあ、十分堪能してっていうかね、もうずっとそこにいたい気分だったのですが、のね、まあ、次のね、目的地とか、まあ、いろいろ飛行機の時間とか気になっていたので、まあ、一定時間滞在してそこを去ったのですが、のね、ある意味ね、こう時間でもないのかなっていうね、うん、もう短時間で、もう体で全身で、うん、その場の感動を全部こう味わい尽くしてしまったので、ある意味長居する必要もないっていうかね、はい、でとにかくね、この稲佐山にね、はい、ロープウェイでたどり着けた、うん、なんかこれがね、達成したことの嬉しさもあり、あとは予想外の素晴らしい景色が目に飛び込んできたという嬉しさもあり、でね、ここはね、あの夜景が有名で、ね、世界の三大夜景の一つに追加されたっていう場所でもあるんですね、この稲佐山の山頂ね。でも私は日中行って、もうその昼の景色で私は十分っていうかね、まあ、夜景を見ていないので比較はできないのですが、こう目に飛び込んでくるね、緑と空の青さと雲と島とっていう、まあ、私はどちらかといったらそっちの昼の景色の方が多分好きかなっていうかね、うん、でからね、もう一度行ってもう大満足っていうかね、また行きたいかっていうと、なんだろう、多分その最初の感動はもうね、ないかなっていう気もして、うん、とにかくまず目に飛び込んできた時の感激みたいなね、うん、それを味わえたことが今回の旅での大きな収穫でしたというね、はい、ちょっとね、言葉にね、し尽くせない景色を見ましたというお話で、でやっぱり今日はね、2つのテーマいけなかったですね。はい、この稲佐山のから見えた感動体験、はい、これで終わりました。はい、最後までご視聴いただきアンカトー、またやります。ではまた、バイバーイ。